ヤマハの楽器は自分の音楽を純粋に率直に,素直に素直に保険できる楽器だからそれとオーケストラと共演したり室内楽と一緒にやったときにその音色が透明でピュアで。 そしてそのエネルギーがどんな大きなホールにでも響き渡ることができるそれがあったもんですからヤマハの楽器を選んでますまずピッチ音程の正確さそれからそういうクラシックの楽器と将来一緒に音楽を作るときに違和感のある 音色ででは困ると思ったんです独特のも,もちろん独特の音色があってもいいけれどもその音楽的に違和感があっては共にに演奏をししていいくのに困ると思いましたでそれをなくして正確にピッチの出るものそれから国内外の楽器のイミテーションではないヤマハ独自の それらを含めて開発を考えました。まずあの純粋に音楽を語れる楽器だっていうことと、それからあの音域を下にどんどん広げていったんですね。例えば今までは C の4オクターブの楽器だったのが普通でした。それを下にエクステンションとして F から上は C まで。 それを広げることによってやっぱり作曲家のクリエイティブなその発想の言動になったんですねで「マリンバ」のオリジナルの曲を作るの上においてとてもその刺激になりましたそういう楽器があるということが。でさらにその F から下に C まで伸ばして5オークターブの楽器が6,000。 ですそれを私到達した時に思ったのはああこれでパーフェクトだとこれはコンサート用マリンバとしてパーフェクトだと音楽のあらゆるその要求を満たせる音域であり楽器だとそれを確信しました。 で今現在5オークターブの楽器がコンサート用マリンバとして定着していますよねすごく嬉しいと思ってます若い方たち音楽をしてください音楽に集中してくださいあのどうしても若い時はねテクニックこんなにつくんだよっていうのをやっぱり見せたくなるのが普通だと思うんですねでも人の心を捉える 感動を与えるそういう音楽をマリンバを通して演奏しないとマリンバという楽器が他のピアノやバオリンと同じレベルに達しないと思うんです。私はマリンバがマリンバマリンバマリンバしてマリンバの世界だけでありたくないと思います。 もちろんマリンバは民族楽器としてでに歴史的にあの発達しましたでも私がやりたいことはやっぱりそこにクラシックのほかのオーケストラピアノバイオリンほかのギャンルのそういうクラシックの世界の中で一つの音楽を語る楽器として認識されたいそして若い方にお願いすることは人の心に触れる 演奏することによってマリンバがそういういい位置に行くと思いますテクニックやら自分を誇示することやらそういうことがあったとしてもどうぞそれを忘れてください音楽,に音楽に集中してください。